こんにちは、直樹です。今日はね、ドイツのベルリンにいます。でね、今からね、まあフラフラっと 歩いていこうかなと思ってたんだけど、お腹が空いたんでね、ベルリン名物のちょっとカリーブルストをツオー駅っていうところに行って食べてからね、まあジーゲスゾイレとかね、よく有名なね、大きな門、ブランデンブルク門の方にね、行ってみればいいなと思ってます。まあ適当に歩くんでね、本当に道なりみたいな感じで適当に歩いていくんで、まあどうなるかわからないけどね、行けるところまでとりあえず行ってみようね。あ、これこれがね、見えるでしょ、青と赤ね、あれが東、旧東ドイツの信号機、横断する時の、歩行者が横断する時のランプだね。で今ね、私がね泊まってるのがね、あそこのヒルトンホテルなんだよね。でこれ関東通りっていう大きな通りで、で、津尾駅っていうのはこっちね。で津尾駅ってちょっと初めて私の動画を見る方にお話しすると、津尾ってズーだよね。日本語で言うと動物園だよね。で英語で言うとズーだよね。それのドイツ語呼びで津尾駅っていう大きなね、ベルリン駅ができる前に一番大きかった駅になるのかな、まあ、になるのかな、一番大きいっていうか、まあ、大きい駅になったのかな。でそこから、そこでちょっとカリーブルストを食べて、でジーゲスゾイレの方にね、ちょっと北へ行けばもうすぐジーゲスゾイレ、北登って津尾駅から北へ行って、で東にまっすぐまっすぐ行くと、最初にジーゲスゾイレがあって、まあ戦勝記念塔っていうやつかな、でブランデンブルク門があるんだよね。でまあそこまで行って時間があったらね、ベルリンの壁行ってみようね。でベルリンの壁なんだけども、ほらアートとかされてるベルリンの壁よりもちょっと私が行こうと思ってるのは、ブランデンブルク門を、行ってから北側に上がった、ちょっとなんていうのかな、その絵とか描いてる方よりは生々しいベルリンの壁の方でね、そこにはね、もう私多分知ってる方もいると思うけど、別にベルリンに来るのも初めてじゃないのよ。なんでそこの動画とかも昔前に撮ってるんだけども、ベルリンの壁があった時に渡ろうとしてやっぱり殺されてしまった人たち の一人一人の名前があるんだよね。もちろん、名前もわからない人もいるんだよ。で1989年のベルリンの壁崩壊間際に、渡ろうと思った人が、名前全くわからない人なんだよね、確かね。まあ、いずれね、ちょっと行ってみようと思います。ちょうど2019年っていうのがベルリンの壁崩壊してから30年経った、で、まさに30年の今、30年経った今が、共産主義の終わりを告げる年になるわけだね。はい、それでね、このまままっすぐ行くとね、もう津尾駅だね。ほら、カリーブルストブルスト屋さんだね。でカリーブルスト屋さんはね、たくさんあるのよ、本当にベルリンって。あとね、その前にブランデンブルク門とかね、行く前にね、あそこの教会にも行ってみようね。なんだか教会ね、あれを見ればわかるんだけどさ、なんだっけ、アレキサンドちゃうな、ごめん忘れちゃった。でそしたらここをね、一回左折。なんで左折するかっていうと、普通にね、私あれが食べたいの、本当何も食べてないからカリーブルスト食べたいんだよね。でね、いつもお話してるけども、日本人の英語系 YouTuber はさ、非英語圏でもさ、ここドイツだからドイツ語ね、母国語っていうのが、非英語圏でも無理やり英語を使おうとするじゃない。それって全然ね、長列作ってるね。じゃあ頼んでみようかね。はい、ハロー、愛媛して、アインツーカリブルースト見て、アイナーフォーチョンホームス、ライツ、いや、
Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Bitte. はい。そしたらね、ちょっといろいろね、面白いことがあったんだけど、とりあえずね、カリーグロスね、ドイツ語で買ってみました。まあ、こんな感じで、ドイツ語でお話しすればね、通じるので、私のドイツ語で普通に通じるわけなんで、これね、カリーグロスのフライドポテトと、あと、ね、ソーセージのね。で、私はね、昼全然食べてなかったから、ちょっと大きいカリーグロスを頼んだんだけども、他の人はね、なんかちょっと、こういうにいろんな種類のね、カリーブルストがあるんだよね。はい、食べました。ついてなんでね、ここにカリーブルストあるでしょ、ツオー駅出てすぐのね。で、昔スターバックスなかったので、その代わりに、ここにね、ちょうど何も今ここないけども、なんかインチキ臭いね、なんか日本料理みたいのがあったんだけども、やっぱりね、なくなっちゃったね。で、目の前がさ、ツオー駅なわけなんだけども、津尾駅すぐ出て、ここの1バス乗り場1のところで、ここの、X109 ってあるでしょ、これがテーゲル空港行くところだからね、バスね。だから津尾駅の、テーゲル空港の行き方とかもお話ししたし、ベルリン本駅からの津尾駅の、津尾駅じゃねえ、テーゲル空港への行き方もお話ししたよね、これでね。はい、そういうわけで、津尾駅からね、すぐ出てすぐここなのでね。で、動物園のキリンのマークがここにあるから、すごい分かりやすいでしょう。で、ついでに言うとね、もしかしたらね、ドイツの動画もう撮れないかもしれない。まず携帯の容量がなくなってきたのとね、あと充電がね、効かなくなって